はい、どうも皆さん、こんにちは。シュと申します。もういきなりなんですけど、こちらの方、ワールド・ウォー・ヒーローズだったかな？を、やっていきたいと思うんですけど、ですね、なんとですね、課金アイテムっていうか、このゲームにゴールドみたいなのがあって、それが課金アイテムみたいになるんですけれども、それをね、日頃頑張ってログインすることにより、ついに手に入れることができました。名前は MG42 だったかな？とりあえず言えば、ドイツの、もうめちゃくちゃ強いやつですね。確か、あれ？多分あれはあれだったと思うんだけど、なんだっけ、ヒトラーのノコギリだったっけ、デンノコかなんかって呼ばれてたぐらい強いというか、もうすごい発射速度、なんか電車速度がすごい銃なんですけど、このゲームではだいたい毎分600発しか撃てなくて、なんかまあ、史実通りすごいわけじゃないんですけど、ですね、このゲームでは、攻撃力が結構高いマシンガンです。攻撃力が高いマシンガンで、でもって命中精度がすごく悪いっていう、なんか実際の方と比べたらなんか全然違えなみたいな感じなんですけど、まあ見た目はね、こんな感じでこういう風にまあ見れるよみたいになってます。で、まあ正直言うとね、そんな強くないなって思ってます。重くて、その動きも鈍くなるんですね、キャラクターの。だから、そこまでね、使いやすいかって言われたら、結構使いにくいです。なんで、走るときはこういうスコップとか持って走った方がね、早いんですけどね。まあまあまあ、そろそろいいかな。今回これで戦って、できるだけ戦っていきたいと思ってるんで、こいつ使うんですけど。今自分日本人ですね。うお、ちょちょちょ、マジ？こう、敵、わあ。ですね、戦車と戦うときに、結構スピード、自分のスピード速いと、敵が遠いと意外と避けれるんですよ、戦車の弾は。なんですけど、ちょっと避けきれなかったですね。戦車がいるのか困ったな。今日何も持ってきてないぞ。困ったな。なんかいるかな。人と戦いたいな、できれば。持ってるもんが持ってるもんだからな。当たってる？うわ、危ねえ。でーい、戦車。やっぱ戦車には勝てないっすね。ふふふ。わ、いけねえ。なんじゃこれ、アップグレードチェストなんて出てきた。あ、初めてだ。なんか、ちょっと新しいの出てきてびっくりした。いや、なんか、いつもあんなん出たことないっすけど、いや、なんか出ましたね。へえ、あんなんもあるんだ。へえ。あ、ちなみに今、プレミアムアカウントって書いてあるのは、ログインサービスのやつでもらいました。2日間、プレミアになってます、僕今。お試し版ですね、いわゆる。お試しプレミア状態。さあ、ノルマンディー。ノルマンディーステージってね、結構なんだっけ、スコップとか、格闘戦が向いてますね、ある意味。統治下の中あって、で、視界になるとこがあって、そこに隠れて入ってきたとこを、入ってきたとこをクシャみたいな戦法が結構やりやすいですね。さてさて、いやはや最近ね、結構急に寒く、本当に急激に寒くなったもんだから、喉が最近痛いんだよな。風邪じゃないんだけど、なんか乾燥か、乾燥で喉が痛いのかな。遠距離戦だとあんまこのゲームじゃ MG 良くないんだよね。こっち MP の方がいい。マシンピストルの方がいいね。当たってる？頼む頼む。うわ、やべえ。ガスだ、ガス。逃げろ逃げろ。体力2しかないでーす。あ、毒ガスですね。やられました。あちゃー。ボブちゃん、ビニール出すまんねん。ではでは、気を取り直しらしていきましょう。で、おすすめの場所ってのはトーチかなんですけど、トーチか、痛いって言ったってやばいかも。無理だ、後ろからいたな。もうね、後ろから狙われたらね、振り向く方がやられるんで、もうまっすぐ逃げた方が僕はいいかなっていうふうに判断してるんですけど、まあ、
さっきだダメみたいでしたね。でも多分振り向いても多分やられたと思うね。結構振り向くのに時間かかったりするし、照準も合わなかったりすることが多いんで、振り向くより先になんかどっか物陰隠れた方がいいんじゃないかなーっていうふうにいつも思うんですけど、まあそれ人それぞれですね、本当に。で、待ち伏せ戦法ができるっていうかの場所が、ここにいると結構視界になって、ここでこのスコップ持ってると、まあ同士打ちとか、まあ負けることもあるんですけど、敵の火力が弱ければ意外と倒せます。で、モシンとかそういうスナイパー系の相手だと一回その構えないといけないんで、構えるまでの間にめっちゃ近づいたら、なんかグサ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 みたいに倒せますね。まあもうその時の運みたいなもんなんですけど、とりあえず地雷でも置いときますか。置くとこでしょ、俺と同じようなとこいるじゃん。さあ、てとこれで頭ドドドドみたいな、ヘッドショットでいきますか。ヘッドショットで、これは辛抱強く待つしかないですね。ただただ待ち続けるみたいな戦闘です。ずっと待ってたらいつか来るんで、敵がたくさん来てくれるんで、ちゃんと。いや、もうほんまに忍耐力ですね。で、爆弾届いてきてるよ。で、ここで動くとバレちゃうから、あえて動かないという。うわ、怖い。あの、こんなに似たり、うおー、ボボボボボボボ、やべえ。回復回復、これ危ねえな。危ねえ。爆発したんだよ、きっと。地雷が。危ねえ、死ぬかと思った。とりあえず、耐えましょう。頭、ダダダダって言ったら多分死ぬと思うんですよ。頭ダダダダ作戦に行きましょう。頭ダダダダ作戦。あと1分。誰か来るんか？できれば来てほしいな。いや、待とう。根気よく待とう。ただただ待ち続ける。来てる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 ぞ来てるぞ。来い来い、来ない？うお、お前かよ。ただ待つぞ、ただ待ち続ける。仲間ばっかじゃん。え、来ないの本当に。お、めっちゃ頑張って待ってた、バカらしいじゃん。誰だよ。ドブロス巻くなよ、ほんまに。あ、9秒も来ねえじゃん。もう待ってた意味でしょ、せっかく待ってたのに。もういいよ。いえ、あ、でも一人倒せた。あの時手榴弾かなんか投げといた方がよかったかな。あ、勝ちましたね、なんか。やったぜ。あ、サビー、待ち時間が暇だよね。まあ自分のスコア見れて面白いけど、俺全然殺してないんじゃない？死んだ数が多いんだよ。回復薬感忘れとった、やべ。まあいいや、スコップ作戦だね。スコップ作戦、スコップでここからヒュッて顔出したところを、もうスコップでぐしゃぐしゃ作戦でいこう。こう耐えるしかない。このビビったら終わりだよ。ビビったら負け、ビビったら負け。その爆発にビビって出ていくとすぐ撃たれるんだよ。イエッ。ダメだった。スコップ。くしょー。いやー、あのね、スコップ意外と反応鈍いんだよね。反応すればね、いいんだけど、なかなかうまいことこういかないことも多くて。ロロロ、
俺この聞いてる人で言ってみろ。いけ。ダメか。難しいよね。そのスコップで格闘キル難しいよなっていう、このゲーム本当に。スコップ3回ぐらい刺さないと死なないんだよね、基本。もうちょい軽めに死んでくれたら嬉しいんだけど、なんかもうすぐブスッ、うわっみたいな死んでくれたら助かるんだけどな。背中撃たれてる。うわー、まあショットガン、いや、いけたかと思っていけるな。ショットガンは近距離戦ショットガン強いからね。しかもモロに食らったな今のやつ。あのさっきのタイプのショットガンは結構ね、あのそんな避けられるんだよね確か。あのタイプの多分あの無課金ショットガンだろう。はいはい、これが本領を発揮しました。今やっと MG42 だっけ、 MG42 だな、の本領が発揮されましたね。やってたぞ。オッケー。でリロードかっこいいよこれ。こうカションってやって、毎回こうマガジンやって、で弾薬をこうシャリシャリってやって、ではい、やっとできましたっていう。遅いね。ここでも仕留めるか。オッケー、来い、全員仕留めてやる。ここでもうこの位置で全員仕留めてやる。もう全員ヘッドショットだ。行ってこい、入ってきたやつから殺す。いや怖いなこの作戦も。おお、やばい、入り込まれた。いやショットガンまたかい。いやショットガンは強いですねやっぱり。惜しかったな。ピストル、このピストル使い物なんねえよなっていう。7発ぐらい撃ってもなんか死なないし、ほら死なないでしょちょっと今ピストルだけで戦ったけど死なないよねっていうね。不思議だよな、普通ピストル7発送ったらさ、動けなくなるじゃん死ななかったとしても。このゲーム死なないんだよな全然。難しいゲームですな。ここら辺さ、地雷ポイしていたら結構引っかかるんじゃない意外と。これいいかもしんない、この作戦でいこう。ここで地雷ボーン&マシンガンみたいな、これワンチャンあるぞ。この作戦ワンチャンあるな。しゃがんどいた方がいいな、危ないし。俺の後ろ誰かいる？敵。いるな、なんかいるらしいな。いる？大丈夫？倒した？倒したんだ。OK。いけ！よーい。うぅ、痛い。強くないですか今の。MK2。